皆さん、こんにちは。エルチチャンネルがお送りする、Don't Starve Together を続けていきます。ワンワンとキラーバチさんが戦ったから、蜂蜜が落ちてるわ。そのあたりにあった蜂の巣が壊されているぜ。ハニーコンボは養蜂箱を作るときに使えるから、これは持って帰りたい。あれれ？黄色い蜂さんがいない代わりに、退職の濃いキラーバチさんが多くない？黄色い退職の蜂さんは、春になるとキラーバチと同じ色になるんだぜ。そうなんだ、見分けがつきにくいね。追いかけてきてる集団は間違いなくキラーバチさんだ。お、そのあたりは蜂の巣が少なさそうじゃないか。おっと、野生の豚さんがいたわ。今は探索中だから、構ってる暇はないのよ。体力も回復しきっていないんだぜ。カバンに入れてある、炙った人参さんでも食べておこうかしら。やだー。雨に濡れたから水浸しだわ。食料が濡れると腐りやすくなり、燃料が濡れると燃えにくくなる。しばらくすれば乾くから大丈夫だぜ。マリサ、この辺り暑い。溶岩みたいなのがグツグツしてる。暑そうだな。おや、なんだろう、あれ。わあ、大きなハエ。霊夢、逃げろー。こっち来た。なに、なに？ちょ、追いつかれちゃう？キャー。一撃ダウン。それは、ドラゴンフライといって、凶悪なモンスターなんだぜ。どうしてこうなったの？好奇心がくすぐられ、ドラゴンフライに近づきすぎてしまったからだな。わーい、ワンワンがいっぱいいるけど無敵だわー。肉体が滅び、ゴーストになってしまったからな。飾りのついたもんはどこだろう？あら、見覚えのあるテーブルがあるわ。そのままずーっと東の方に進んでくれ。そのうち、飾りのついたもんにたどり着けるはずだぜ。この辺りかな？もうすぐ夜も明けるわ。日の光と共に復活するんだぜー。ぐぬぬぬ？はぁ、あ。悪い夢を見た気分だよ。ドラゴンフライは攻撃力が高く、一撃で75ポイント分の体力を持っていく。75？ もっとダメージを与えてくる攻撃もあるのだが、相手が悪かったな。私の可愛いお帽子とか、カバンとか、全部なくなっちゃった。倒れた場所に転がってると思うぜ。最大体力も減ってしまったし、カンフル剤を打たねば。ぐぬぬ？注射、だーい、嫌い。かわいそうに。聞く？はぁ。こんなに早く注射を使うとは。それに、せっかく集めた素材も置き去りにしちゃったし、どうしよう。へや、あわわわ、マリサー。おっと、草が草トカゲになってしまったか。ひえ、草トカゲって何？草トカゲは襲っては来ない。近づくと驚いて、草状の尻尾を切り落として逃げるんだぜ。私の草畑がー。草はいつか草トカゲに変わってしまうことがある。草畑を作るというより、草トカゲを飼育する方法を考えるべきかもな。せっかく綺麗に植えていたのに。しかも足が速いから捕まえられないよ。柵が必要だな。むぅ。今日は疲れたし、体力も正気度も低いから寝ちゃおうかな。おう、お休みだぜ。おやすみなさーい。きゃー、テントが壊れたわ。おはよう、霊夢。眠ったら気分がすっきりしたし、今日も一日頑張ろう。まずは、バックパックを作り直すところから。元気が出たようでよかったぜ。むむ、草トカゲさんがうろちょろしてるわ。この草トカゲさんって食べられるのかな？倒せれば、葉っぱっぽい肉が取れるぜ。お肉？眠ってるところを、出や。し、5回叩けば倒せると思う。お、チャンス。アンナルド。やった、草と葉っぱっぽい肉を落としたわ。って、なに、この葉っぱっぽい肉って。それは、生で食べると空腹のみ少量回復し、正気度が下がる。このお肉、ぐにゃぐにゃしてる。焚き火で焼けば正気度が下がるデメリットはなくせるが、あまり美味しくはないと思う。ほうほう。とりあえず、うろうろしている草トカゲさんは倒しきった。ずっと追いかけ回して大変だったわ。今度から草畑は柵を立てよう。お疲れ霊夢。葉っぱっぽいお肉が6個も集まったから、調理してみようかな。焼けたけど、なんか腐ったような匂いがする。それでも空腹度が19ほど回復するぜ。青臭くて微妙なお味。お鍋で調理したら変わるかしら？葉っぱっぽい肉は味の主張がかなり激しいからな。緑豊かなミートローフってのが作れそうだわ。正気度が5、体力が8、空腹度が37くらい満たせそう。なるほど、ミートローフにしたら青臭さがなくなるかもしれん。
残りはそのまま直火で焼いちゃおう。そしてできました、ミートローフ。私の知ってるミートローフと違ってゼリーっぽいな。ママの手料理とは程遠いよ。味は、どうかな？食べてみるね、いただきます。ほうほう。青臭さが野菜の甘みに変わった、不思議。煮込むことによって、体力と正気度も回復するし悪くないかも。調理するのは大事だな。ふう、怖い穴だった。さてさて、力尽きちゃった場所に戻ろうかな。近くにはドラゴンフライがいるんだ、気をつけるんだぞ。体力も満タンにしてきたからきっと大丈夫。でも、夕方になっちゃったし今日はここで一晩過ごそうかな。ちょうど野生のクモとキラーバチが戦っているじゃないか。蜂蜜が落ちてる。クモさんたちは蜂蜜は食べないんだね。その蜂エリアを越えたところにクモの巣があるのは好都合だぜ。わーい、楽に素材が手に入るわ。あまり近づきすぎるとキラーバチが襲ってくると思うが。いて、チクッと刺された。あらら。豚さんに追いかけられながらも、なんとかたどり着きそうだわ。ドラゴンフライに見つかったらあっという間にボッコボコだ。端っこからゆっくりと。あ、私の荷物があったわ。うわ、ドラゴンフライの腕らしきものが見えてるぜ。この距離なら見つからないよね。わからん、早く荷物を集めた方がいい。む、ハウンドが接近してるぞ。やだ。ほう、相手は一匹か。引っかかった、危ない。手荷物もいっぱいだから、荷物の分別もしないと回収しきれないんだぜ。ちょっと待ってね、何を減らすか考えないと。またすぐに作れるシャベルは置いておや、また雨が降ってきたんだぜ。また、土砂降りになる前に拠点に帰りたいところだわ。霊夢、ドラゴンフライに近いぞ。ひ、危ない危ない。そのあたりでハウンドと戦ってから荷物を集めた方が良さそうだ。アーナルド、いて、てや。ほ、一安心。荷物はどうしよう。とりあえず食べられるものは食べちゃおうかしら。モンスター肉も食べたいけど、火を通したいな。そうだ、あのマグマで焼けるんじゃない？マグマは夜中でも光源にもなる。その周囲は高温になっており、体温の上昇につながるんだぜ。マグマでお料理。あち、熱い熱い熱い。じゃあ。マグマで調理しようとすると火傷するんだぜ。はぁ、はぁ。雨が降っていて助かったわ。マリサさん、もう少し早めにご忠告が欲しかったです。マグマだからな、火傷程度で済んでよかった。ふぅ。とりあえずいくつか荷物は諦めたけど、一旦帰ろうかしら。わわわ、この辺りワンワンが多いね。砂漠地帯は鉱石が多いが、ハウンド巣を作っている場所でもある。ちょちょちょ、止まったら奴が気にされちゃう。おお、すごい数が住んでいるな。道なりに走れば距離を離せるはずだ。怖い怖い怖い。このまま道が途切れていたらどうしよう。何か転がってきてる。それは回転草という、ただの植物だぜ。はぁ、はぁ。なんとかハウンドも諦めてくれたみたい。鳥、アーナルド。砂漠地帯に住んでいるハゲワシだな。大きかったね、買ったらお肉が取れそうだわ。お、回転草が引っかかってる。あら、中にお花や枝が絡まっているよ。回転草はいろいろなものを巻き込んでいることがある。カバンに余裕があれば拾い集めたいところだが。どの回転草にも何かしら絡まってるみたい。おや、見たことのない動物の毛が入ってた。分厚い毛皮。それはビーファロのウールだぜ。ビーファロ？聞いたことのない名前だよ。ビーファロは何かと役立つだろうから、どこかで見つけておきたいぜ。森の入り口を発見、やっと砂漠を抜けられる。む、野生の豚屋敷が明かりを消した。イルスを使おうとしているのか、夜に近づくと明かりを消されるんだぜ。なんかちょっと傷つくわー。湿気も、不快だし。この世界でも春は梅雨の多い時期なのかもな。じゃあ、ふわっと、雷に打たれてしまったか。びっくりした、心臓が止まったかと思った。雷に打たれて体力も減ってしまったが大丈夫か？あう。体も冷えてきて辛いかも。また夜が来る、今日も野宿しないといけなさそうだぜ。また雷が落ちてこないといいけど。ここは甘いものを食べて元気を出そうかな。蜂蜜、いただきまーす。パク、パクッと。なかなか雨が降りやまないなー。濡れ度がどんどん上がっちゃうよ。びっしょびっしょ、お風呂に入ってるみたい。焚き火の火力も減ってきてるぜ。わわ、こんな時にナイトハンドの音が聞こえるよ。じゃあ、むむむ、また雷が落ちてきたんだぜ。やだ、もう撃たれたくない。雷さん、私はいませんよ。それは隠れているつもりなのか？あう、僕ら何も見えないよ、ナイトライトが欲しい？松明だ、松明を作れ。荷物のせいで作れない？誰かそこにいるの？
うわぁ、闇の中にモンスターが。やばいやばい。ほ、光だ。で、霊夢の正気とか。真っ暗で何も見えない、マリサ助けてー。お、種が落ちてる。きゃー。で、霊夢あー。正気度が下がったために闇の生き物に近づかれ、攻撃されたようだ。暗いし寒いしなんなのさ。どんまいだぜ。もう、荷物は諦めようかな。待て、そのあたりは。おーおー、沼地じゃないか。沼地？そのところどころに生えている草、それが神の材料だぜ。おお、おお、お、おお。うむうむ、目的地は近くにあったようだな。一度拠点に戻ってから体勢を立て直そうぜ。豚さんが寝てる？後でウサバラシに食べちゃおう。というわけで今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。それでは、ご視聴、ありがとうございました。